どうも皆さんこんばんは。こんばんは。紹介していただきました社民党副党首参議院議員福島みずほです。金曜の夜7月7日集まられたすべての皆さんに心から愛と連帯の挨拶を送ります。半原連の皆さん、皆さんたちも本当に2011年3月11日以降、毎週金曜日、本当にこういう集会をみんなでやる、それを本当に続けてこられたことに、本当に心から敬意を申し上げます。皆さん、あの東電福島原発事故の被害に対して、刑事責任と民事責任をしっかり取らせていこうではありませんか。出た放射性物質は元に戻りません。あの東京地方裁判所で先日刑事裁判初公判が行われました。東電の元幹部たち、勝又さん、竹黒さん、武藤さん、3人があの東京地方裁判所で刑事被告人となっています。理由は業務上過失致死傷に関して予見可能性と回避可能性があったかということがまさに争点です。皆さん、高い津波が来ることを東電の幹部は知っていました。知っていたんですよ。もしきちっと対策を講ずる高い堤防を作っていたら、あそこまでの被害は起きなかった。だから私は予見可能性、回避可能性はあったと思いますが、皆さんどうでしょうか。責任取れ、そう思います。そして皆さん、今のこの地震が多い、本当に地震が多い、この日本で、まさに原発を再稼働する人々、政治家、総理大臣、経産大臣、そしてまさに、役所、そして知事たち、そして電力会社の幹部たち、私は将来万が一事故が起きた時に刑事責任の被告人になる人たちだ、あるいは刑事責任で処罰される刑事の被告人になることを覚悟して動かしているのかと国会で追及してきました。まさにどんなことがあっても原発再稼働させてはなりません。刑事責任、民事責任をきっちり追及し、その中で未来に原発を動かさせない、そのために頑張り抜きたい、そう思っています。皆さん、全国で裁判がたくさん起きています。女川と東通りを除いて、まさに差し止めの裁判が全部原発に対して起きています。仮処分の裁判もたくさん起きています。全国で戦うすべての裁判をしっかり応援し、そして原発再稼働を止めていく、そのことに勝利していこうではありませんか。そしてひどいのは、まさに被害に遭った人たちに対する3月末の自主避難者に対する住宅のもう打ち切ったことです。全国の自治体、そして全国の人たちがそのことについて異議申し立てをし争おうとしています。皆さん、原発の被害に遭った人たち、福島のたくさんの甲状腺がん疑いがあるとされた子どもたち、すべての人たちを応援する、そのことをやっていこうではありませんか。雇用の権利も必要です。まさに国会の中で質問し、行政交渉し、そして国会の中でエネルギー基本計画変えさせたいんです。エネルギー基本計画を変えさせていこうではありませんか。そしてかつて実は脱原発基本法案を出しました。少数で成立をしなかったけれど、まさにこの国会で超党派で脱原発を実現する、そのために力を尽くします。どうか皆さん一緒にやりましょう。応援をしてください。よろしくお願いいたします。皆さん、台湾と韓国は脱原発を決めました。
あのベトナム、日本から原発を輸出すると決めていたけれど、協定は成立したけれど、原発もう輸入しません。そう決断をいたしました。ベトナム政府と国会はそれを決めたんです。だから私たちは日印原子力協定や日本とヨルダンの原子力協定や原発輸出の協定は成立したけれど、これからこれからこれから世界の人と日本各地の人たちと手をつないで脱原発を実現したい。これ今度は日本こそ脱原発の番だ、そう思っています。皆さん、月曜日閉会中審査があります。前川前事務次官は来て参考人として証言します。安倍総理、なんで逃げるんですか。なんで安倍総理は出てこないんですか。こんな安倍内閣退陣させるために頑張っていこうではありませんか。安倍総理は今年の秋の臨時国会で衆参で憲法改正案を出すと言っています。安岡代議士、自民党日本国憲法改正推進本部長は来年の6月に憲法改正の発議をすると言っています。国民投票で60日から180日の間、国民投票、私は今思います。自民党の総裁選、来年9月です。安倍総理は自民党総裁であるとき、そして総理大臣であるときに、どんなことがあっても憲法改正の発議をし、国民投票をしようとしているのではないでしょうか。安倍総理のこの暴走を許してはなりません。安倍総理を、安倍内閣を倒していくことで憲法9条を、日本国憲法を守っていこうではありませんか。脱原発、そして憲法9条を守る、命を守るために一緒に頑張っていきましょう。頑張ります。ありがとうございます。